まさきさん、スーパーサイヤ人まさき誕生ですね。スーパーサイヤ人まさき、どうですか。はい、今回はなんと鹿児島初の合宿、もうトップですね。僕はあの鹿児島で合宿やるって言ってたんですけど、まさかトップバッター切ってくれるとは思わなかったですね。ありがとうございます。はい、ちょうどですね、僕あのなんだサービスエリア、今岡山入りました。岡山のサービスエリアで、岡山のサービスエリア、桃太郎さんがいます。桃太郎、よしびさん、はい、なんかあそこになんか見えますけど、ということで、スケジュールはですね、2月中だったら別にいつでも僕も多分行けるんで大丈夫です。はい、だまあ1月中に送っていただけるとまあいいんですけど、別に2月でも入っても大丈夫です。ただ3月の多分上旬ぐらいに東京行くんで、まあ2月中で、決めていただければなと思いますんで、はい、もうかなりね、多分今回の、まさき熱血特別指導ワンツーマン合宿はすげえ内容になると思いますよ。まあ実際にその、まあ、昨日かな、ライブでそのマリコさんとやってたんですけど、そのまさきさんと、なんかまさきさんもね、なんかコラボをしたいっていうのをコメントいただいてたので、まあそれのコラボ企画もなんか一緒にビジネスプランも組めるんじゃないかなと思いますし、まあ、まさきさんの場合はもうなんだ、あのプラン組んで遂行してやっていくっていうところだけなので、かなり具体的なところをもう戦略すげえ組めると思いますよ。うん、はい、まあ、かなりお値段以上吉谷で頑張りますんで、まあ普通のね、多分他の合宿だったらありえない多分内容になってくると思うんで、はい、絶対他が出せないような合宿、まあ、マンツーマン合宿多分ないと思うんで他は、うん、これはね、あの商品名まさきまさきなんだっけな、まさきまあいいや、まさきさんのみの商品ですからね。まさきさんのみの商品名、これまさきさん以外でこう決済できないからねまさき、まあ全国にまさきさん探せば送れるかもしれないけどもうまさきさん特別プラン作りましたよ。はい、まあいつもですね、本当ありがとうございます。あのトップバッター切っていただいて、まあセミナー、大阪セミナーはトップバッターじゃなかったんですけど、まあ多分本当に今年はですね、まあ去年僕、まあ、大学生の子コンサルして3000万ぐらい、上がりましたけど、まあまさきさんもね、今年はかなり飛躍の年になるんじゃないかなと思ってますし、まあそれのその点火着火剤っていうか、こう僕がこう火を灯して花火をこうパーンって上げられるんじゃないかなと思いますんで、本当ね、鹿児島の事務所に来ていただければ多分その吉田さんこれいいっすねみたいになると思うんで、一回ですね、森くんっていう子がその泊まりに来てくれたんですけど、まあ一緒にやってる子がめっちゃいいっすねみたいな、だから結構いいっすよ本当に。うん、だから本当にネットで稼げるようになって、僕はまあ、まあ、まさきさんは分かんないですけど、その地方の良さというか安いしね、まあどこでネットやってても一緒ですから、まあ僕なんかもう車で仕事もしてますからねまあこれも仕事っていうかね、この動画も車の中で撮ってますけど、そう関係ないでね、うん、だからこれがもう本当にインターネットのすごいとこで、はい、で動画もこの LTE の電波でアップできますし、ということで、一応スケジュールに関しては2月上旬ぐらいに遅くても送っていただけると助かるかなと、はい、まあ2月中は僕鹿児島いますんで、はい、よろしくお願いします。まさきさんと夜をいろいろと絡めればなと思います。まあ一緒になんかね、コンテンツも作ったりとかして、まあ一緒にハイボール研究所もやったりとか、面白いじゃないですか、一緒にハイボール研究所やりながらとかいろいろできますよね本当は。ということで、スケジュール待ってますんで、よろしくお願いします。2月上旬ぐらいまでいただければなと思います。では、今回はトップ、初めての鹿児島合宿、No.1、おめでとうございます。トップバッター。はい、では、楽しみにね、待ってますんで、一応、
飛行機で来たら空港まで迎えに行きますし、あと電車では来ないとは思いますけど、まあ、電車で来た場合はあの鹿児島多分中央駅が新幹線なんで鹿児島中央まで車で迎えに行きますんで、はい、で送迎も帰りの送迎もしますから、はい、ということで、お待ちしております。鹿児島でお会いしましょう。ではまた2月。